林原めぐみの東京ブギーナイト皆さんこんばんは。林原めぐみです。一週間のご無沙汰。いかがお過ごしだったでしょうかねえ、ピンク色の花もちらほらと、ええー、まあ、なんとか。 なんでしょうね。まあ、うーん。満開とかそういうことではないし、そ、その下で、どんちゃかどんちゃかお花見するわけにもいかないね、春ではありますけれども、やっぱりこう、ふわふわっふわっと桜やね、ちょっと柔らかい花が咲いてるのを見ると嬉しい気持ちにもなりつつ、ただね、この時期またぐんと冷え込んだりすることもあるので、なかなか出かけるとき、ね、帰りが遅くなるときにはちょっと、ショールとかそういうの持って出ないと風邪ひいちゃったりするので気をつけてねって感じですけれども、 さあ、早口言葉いただいてます。可愛い,いこれ、デニムのポストカードで、便箋もあるみたいでね、両方で、あのー、お手紙も、おはがきもくれている、いつもありがとう、ボコちゃんなんですけども。えヴ、ー、ィンテージデニム発売おめでとうございます。デニム投稿の写真を撮るために、部屋の中をいろいろ探していたら、普段目に留めないような懐かしいものたくさん見つかりました。ってことで、その時思いついたもの。テニス部のデニムブーム。うーん。中学の時はソフトテニス部で、 ソフトテニス部ね。あの、あれね。あの、硬い黄色い、いわゆるウィンブルドンとかでやってるようなね。あの、じゃない、あの、柔らかい白い、ふヨんっていう、あの、ボールの方のテニス部ね。そうそう。バックのね、打ち方が違うのよ、手に、あれは。あの、<laughs> なんかこうひっくり返す、こうひっくり返す形でやるのよね。そう、ソフトテニス部。ああ、その時のユニフォームや帽子が見つかりました。 ふうまあまあ、そんな懐かしいものを見つけてくれつつも。ああね、なんかラケットケースとかね。なんか靴入れるやつとかデニムいいんじゃないかさあ行ってみよう。せーの、テニス部のデニム。<laughs> もうデニムだって、って発売前なのに演技が しないデニス部のデニムブームあーちょっと思い出に浸りすぎちゃったなまあいいやみんなは勝手 <laughs> お願いしますなんでここでブーなんだよってことではい皆さんからの写真もありがたくありがたく編集させていただいてデニムの PV、えー、ぜひ楽しみに見ていただきたいと思いますけどもまあ、そんな中でまあ、デニムの話もいっぱいしたいんですけど私何かがもう今年の頭からね林原ばめぐみ周りは集まりすぎて まあ、再三言ってます。ね。1月に1500回登録、2月に本が出て、そして、まあ、3月にアルバム、そして4月にシャーマン、そして忘れちゃならないエヴァンゲリオンですよ。もう、みんな、ね、あのー、まだ見てない人、見れてない人、ね、いろいろとその、特に、なんでしょうか、あのー、自粛もあったりとかしてね、宣言もあって、劇場が何時までしか、だったりとかさ、まあ、その、地方地方にもよりますし、状況下の中で、 なんとかこう見た人や、まだ見れてない人や。そしてネタバレはしないようにとか言いながらも、もう、つぶやかなくてはいられない方たちや。もう YouTube 上にも何でしょうか、あの、自分なりの追いかけてきた方たちのネタバレ注意みたいなことを喚起しながらもの考察とか。なんかね、そういうのを見ながらも、結局なんかこう、あの、自分の中に、全然留めておく必要はないんだよ。なんか、やっぱこう、 興奮っていうものは、やっぱ吐き出さないと、こう、保てないもんなんだなっていうのが、いい意味でね、この、その、なんつうの、俺見てきたぜ、お前らこう、こうだったんだぜっていうような、その、マウント取るようなネタバレじゃなくて、ねえねえだってさ、だってこうで、うだと思うのよ、みたいな。それがね、たまたま SN、SNS というものに移り変わってしまっただけで、 何ら居酒屋と変わらないんだなっていうかね。私もその20年前、26年経ってこの劇場、26年ね、一応完結しましたけど、まあ最初のエヴァンゲリオンのそのオンエアされた時というのは、まあご存知の方もいるかもしれませんが、そんなじゃなかったんです。で深夜にあの再放送した時に、何なんだこれはと。まあ子供のものではないのではないかとサラリーマンの方たちが食いつき、 まあ、普通に私、居酒屋でみんなで飲んでる、普通に友達と飲んでたり、仲間で飲んでる時に、綾波のどうたらとか、あの、エヴァのなんとかとかってもう、すごかったのよ、なんか。普通に。うん。あの、なんだかわからないけど、そして、何度も言ってますけど、わけのわからない雑誌の方たちが、人類保管計画は何ですかって、私のとこにインタビューに来るみたいなもうど、なんだか何も交通整理がされてない状況が、こう、ちょっと尋常じゃないマグマが、 ドア、ドア、ドアって、あ、そこにもそこにもみたいな噴火が、それは普通にあったんです。ただ、それがごっそり SNS という媒体に映っただけで、やってることは変わってないっていう、なんかね、えー、見ながら思っておりますけれども、その中でも気を使いながらね、吐き出した。くッチョンちゃん、いつもありがとう品川区の方。初日にエヴァを見てきました。さよなら、さよならができるかと思いましたけど、またおかわりしてしまいました。 <laughs> えー、まだすると思います。私はいつエヴァの呪縛から抜け出せるのだろうかと思っています。いろいろ話せないのはわかります。詐欺師さんの話もっと聞きたかった。本当にまたゲストに来ていただきたいです。いや、それはいつエヴァの呪縛から抜け出せるのだろうかっていうのよりも、 今は抜け出したくないんだから、そこにいればいいよ。そのうち自然に、淘汰されるんじゃないかな。うん。いたっていていいと思います。そして、こう、かなちゃん16歳よ。16歳。だから、テレビシリーズのその当時は生まれてもいなかった子。新エヴァ公開初日見てきました。もう本当にすっ、つがいっぱい。すっごかったです。 ネタバレにならないように意識して述べるとすれば、とある場面で私は興奮マックスになり、持っていたハンカチが引き裂かれそうになるくらい引っ張りながら一人で大号泣していました。で、ちょっとここバレちゃうから読まない。<laughs> そして、私はエンドロールを見て、またもや涙が止まりませんでした。こんなにもたくさんの大人たちが支えて、協力して作り上げていった熱い魂が、今回でラストなんですね。 私が中学生くらいの時まではエンドロールって長いよなぁとしか思っていなかったのがこの当たり前のエン,エンドロールにある名前一つ一つに魂を込めたかっこいい大人がいると思うとなんだか胸が熱くなりますすごくないこの表現素敵よあなた <laughs> 16歳また過去を振り返ってみて正直に言うと 昔私はエヴァの戦闘シーンが苦手で <laughs>、苦手でいいよ。ペンペンしか信用していませんでした。そういう人間も、時が経てば、自分でエヴァグッズの棚を作ったりして楽しむようになるんですね。人生っていろんなものに出会って、成長したり、変わっていくから、面白いんだろうなぁと、感じてきました。ということで、私はまた、 人生を彩るために映画館に向かいたいと思います。16歳ですよ。ペンペンしか信用してなかったんですよ。その子がエンドロールに、ね、かっこいい大人がいると。そして、ゆちさん、41歳。まさに見ていた頃おそらく、まあ、しんじくんやら、まあ、この、この、かなちゃんやらな、年齢だったんじゃないえー、めぐさんこんばんは。めっちゃめちゃ久しぶりにお便り出します。 ついに新エヴァが公開。嬉しいです。えー、初日の初回に拝見することができました。まずはメグさんをはじめ、演者の皆様、スタッフの方々、そして何より、あの総監督本当にお疲れ様でした。エヴァに出会ったのは私が15歳。えー、まさか自分の子が14歳の時に完結するとは。で、勝手に運命を感じております。母になってみたエヴァと、 当時テレビ版を見ていた時とでは全然感情が違う。自分が見ている視点が変わるのもありますが、いろんな思いが交差して、えー、泣きすぎて劇場を出るのが少し恥ずかしかったくらいです。ちなみに旦那と見に行きました。これで死んだら後悔する一つがなくなったと言っていました。笑い。終わってしまうのは非常に寂しいのですが、生きているうちに見られて本当に良かったです。<laughs> そこまでね。 勢いのまま書いているので知り滅裂な文ですみません。とりあえずメグさんに伝えたかった。えー、最後に、レイちゃん、メグさんで本当によかったです。お体に気をつけて、これからもお仕事頑張ってください。4月満勤ですね。これもめっちゃ楽しみ。ということで。ねいろんな年代に見ていただける作品になったなということ。でもそうなったのも一つ、さっき言いましたけど、その SNS というか、配信がやっぱりあったおかげだと思うんだよね。 なんかその、自粛中にね、配信で一気見したとか、そんなにアニメ好きじゃなかったけど、それは、言ってみたらもしかしたら進撃の巨人だったり、鬼滅だったりとかもそうなのかもしれないけど、ただただその、流れて、テレビシリーズが流れて終わってしまったパッケージが、いつ発売になるのかなね、それをゲットする人ばかりじゃないじゃないあとは再放送待つしかないかったものが、こうやってこう、 いろんな媒体ありますよ。プライムでも、はい、あの、フールでも何でもいいんですけど、ネットフリ、ネットフリでも。ね、配信っていう形で見ることができて、なんか話題になってるもの、じゃあ一時見とこうかなって思ったからこそ、もう一度この作品を振り返り、味わうことができる10代、そして40代、その感じ方はそれぞれだと思うんですけど、ね、なんか、ある意味またこれをいい時代と呼びたいなって思いますね。 まあ、いろんなね、その、SNS による弊害もありますよ。それは無駄に傷ついてしまうこともあるかもしれないけど、そこばかり見ていても進めないので、なんかこう、良かったことの一つとして、あの、味わいたいと思っています。まあ、そんな中であえてご、ね、えー、曲をかける中で選んでみました。3月30日にリリースされる、えー、林原まぐアーティスト活動30周年を記念した、えー、アニバーサリーベストアルバム、ヴィンテージデニムから、 えー、これはですね、ちょっとこう、もともと,もとのオリジナルよりも、ちょっとこう眠れることを意識して、あえてドラムのドン、ドッドンっていうのをちょっと落としてみたりとかして、たゆたうようにという意味で、えー、つけてみました。林原めぐみ、集結のその絵、綾波バージョン、フロートミックス。さあ、なんかいろんなね、10代や40代や読みましたけど、ガラッと変えていきたいと思います。 これでこれがいい。茨城県のペンネーム、えー、千代さんナトリウムちゃん。11歳の方なんですけど。メグさん、こんにちは。今、私と友達の中で、いろんな人のことを食べ物に表すという、自分たちで作った遊びで遊ぶのに少しハマっています。11歳ですよ、11歳。ね。食べ物で例える。いつも、下校するときに集まる下校場所で、いつも遊んでいます。 友達の D 君と Y 君と R 君は、いつも、いつもがいっぱい出てくる。いつも一緒にいて、D 君はリーダーっぽいから、味噌カツ丼のカツで。<laughs> そうなのね。うーん。彼女は、一応その、うんとね、ナトリウムちゃんは女子ね。うん。Y 君は、味噌カツ丼のご飯で。R 君は、グループを支えている感じがあるから、味噌カツ丼の、な <laughs> ん 楽しい <laughs> 味噌活動の、さ、かっこ食べ物じゃないけど、かっこ当時。みたいな感じで、いつも、またいつも出てきた。いつも楽しく遊んでいます。さあ、友達は、私のことを食べ物に表すと、カレーうどんだそうです。あ、味噌かツから離れた。かっこ、理由は、カレーうどんは、食べてみると意外と美味しいのと、 私と仲良くしてみると、意外と面白いというのが似ているから。かっこと <laughs> すごいつぼなんだけど <laughs>。メグさんは自分を食べ物に表すと何だと思いますかうん。言っていいかなナトリウムちゃん。D くも Y くも R くも多分ね、ナトリウムちゃんのことちょっと好きかな <laughs>。だって、自分と違う、味噌カツチームじゃないんだもん。 うん、理由は、うどを食べてみると意外と美味しい。い、なんで意外と美味しいの私と仲良くしてみると意外と面白い。このなんというか、ストレートに言わずに、こう、好意が滲み出てしまう、こう、味噌カツチーム。<laughs> 大人の人たち、ね。あの、笑ってる場合じゃないよ。自分もいつまで経ってもこういうとこありませんか食べ物には叩いてませんけれども、あえて言葉に、わかって、 っていう、ジャブがちっとも伝わらない感じな行為を示しているやり方をしている人はいませんかいいんじゃないでしょうか。<laughs> ま、でもいいと思うと、あの、あえてね、下ののは言えないけど、ナトリウムちゃんは、あの、これからもいろんな食べ物に例えながら楽しんで。私は自分を例えると何だろう。<laughs> 肉って言いたいけど、まだちょっと探してます。<laughs> みんなで、あの、私を何にかに例えてください。うん、ご飯っていうのもありかなって思ってみたりね、味噌汁もいいかなって、いろいろあるもんなとか。そんな中で、もうね、この子のお手紙ね、いつもね、いつも読みたくなるんだけど、ドイツにいるね、あの、あの、13歳のアヒルちゃん、なんかもう、どうしよう、とにかく読む。えー、この間の年を取ることを否定的に考えてしまうという悩みを持った大学生の話を聞いて、ちょっと思ったことがありました。私は早く年を取りたいです。 13歳ね。10代や20代をすっ飛ばして、早くおばあちゃんになりたいです。でもそんなこと言ったらおばあちゃんになった自分に怒られそうなので、一応今楽しめることを楽しもうとしています。私はまだ13歳なので、憧れが強くて、早く年を取りたいなんて思うのかもしれません。実は自分でもなぜそんなことを思うのか不思議でした。でもその大学生の話を聞いて、今の私なりに考えてみました。理由の中の一つは、これから自分がいろいろな人に会って、 いろいろな経験をして、一体どこまで成長できるのか見てみたいんだと思います。もちろん今私がいる10代というのは、青春でとても充実しているものだと、世間一般では言われているし、私もそう思います。しかし20代、30代になっても、何もなくなるわけじゃもちろんないはずだし、そこまで年を重ねなくちゃできなかったものの見方もできるようになるんじゃないか、と期待しています。すごいな。 年をとっていく中でいろいろな経験をして、自分はどこにたどり着くのか楽しみです。もっとも、もっとも、おばあちゃんになる前に死ぬ可能性もあるので、それは覚えておこうと思います。これを書くにあたって、年をとるの、年はどの漢字を使えばいいのか迷ったので、調べてみました。ね、まあドイツにいながらも日本語学校にね、日本人学校に通っているようなんですけど、普通は1年、2年の年の字を使うけれど、 一歳、二歳の歳の字でも間違いではないそうです。どうやら普通の年ね、年の、年の方の年を取るは年数を順当に重ねること。一歳、二歳の歳の字の年を取るは物事や時間が過ぎ去り移り変わって年齢を重ねることを意味しているようです。ついでに言うと、年齢を、を、えー、数えるときの歳という漢字は歩む。 文字が変化して生まれたそうですすごいね、そんなの調べたのね。一つ目の年を取る、年を取るは嫌ですが、二つ目の歳の方の年を取るなら悪くない気がします。いいわね。私は、えー、メグさんにとても憧れています。そのせいで歳を取りたい、歳を取りたいと思うのかもしれません。どうか元気で幸せでいてください。ありがとうございます。わかりましたか皆さん。この あの、年を取ると、歳を取るの違いですよ。なんか、ただただ、ぼーっとしてても年は重ねられるんですよね。そんで、年だけ重ねちゃって、なんだか自分が偉くなっちゃった、歳を取った気になって、コンビニとかで、なんか、<laughs> <laughs> とか、うん <laughs> <laughs> ってね、マスクもしてるしさ、今さ、こうやってなんかあの、お 温めますかの一言がなんかこう聞こえなかったりとかさ、するじゃないねい今一つ。で、お互いマスクだし、ビニールも腰だし、あらなとかって言ってる人とかね。うん。そっちはね、年を重ねてるだけなんですよね。で、で歳を重ねる人は心を使って、あ、え、すみません、今なんてみたいなこう、ちょっと耳を寄せてみるとか、聞こえなかったよっていうジェスチャーでやってみるとか、できるようになっていく。そうですよ、皆さん。歳です。歳、サイの方を。 なんかね、意識していきたいものです。まあ、そんな世の中、え、いろいろ疲れてる人もいるよなぁ、と思いながら、えー、今回アルバムの中で1枚目は、元気出して、ガンガン行こうぜ、アニメの主題歌集めて、そして30,40,50みたいなの集めた自分の中のエブリデイを大事にしていこうという2枚目。そして3枚目は、とにかく、さっきのね、あの、集結のそういうのフロートミックスもそうなんですけど、ゆっくりと目をつぶりながら、視神経を使わずに、 こう、眠ることも大事よ、と思いながら一曲作ってみました。なんか私の中で、あの、チェロしか浮かばなかったというのもなんか運命だと思うし、まあチェロはすごく人間の肉声にね、とても近い楽器だと言われているということも後で教わったりもしました。とにかく、まあ今寝てもらっちゃ困るんだけど、この曲聴いてゆっくりゆっくり寝て自分の中の世界に浸ってほしいと思っています。 えー、新曲なんですけども、えー、村中くんのおかげで、朗読劇で出会った縁ですけど、とても素敵な仕上がりになっています。林原めぐみ、おやすみ。 いかがでしたでしょうかまずは当選者の発表です。角川書店からのプレゼント漫画、愛世界の歴史の第1巻、人類誕生と古代の王国700万年前から紀元前600年までの、えー、当選者ご,、えー、ご名なんですけれども、番組の独断と偏見でこの度、10代の方にプレゼントさせていただくことにいたしました。東京都のペンネーム、アリしちゃん14歳、東京都のペンネーム、黒豆さん17歳、茨城県のペンネーム、千代流さんナトルムさん、さっきのカレウドの子だね、11歳、青森県のペンネーム、カレーザウエモン28号、どうしてこのペンネーム、15歳、愛知県のペン ね、むちゃちゃさん15歳ということで、大人の人は自分で買って、<laughs> 頑張って勉強して世界史ね、頭に叩き込むんだよ。郵便番号1120013キングレコードめぐみの東京ブギナイト、それぞれの係まで、ホームページキング -cr.jp からのえメールも待ってます。あっという間にお時間でした。お会計、林原めぐみでした。来週まで体制限おやすみ。バイバイ。